今日のキックオフ広島は今シーズンサイドバックとして攻守で貢献、島袋奈美恵選手がスタジオ生出演。試合のことや意外なプライベートも聞いちゃいます。そして劇的勝利、エディオンスタジアム最後のナイトゲームの模様はこの後すぐ。キックオフ広島。明治安田生命 J1 リーグ第29節、エディオンスタジアムでは最後となるナイトゲーム。サンフレッチェが対するはシーズン途中に移籍した森島司を擁する名古屋。前半6分、森島へのパスを佐々木が激しいプレスでカット。このプレーでファールを受けるとフリーキック、満田のボールに合わせたのはピエロス。ここは惜しくもポストに直撃。36分、塩谷のパスを受けた河村。このシュート、小井さん、強烈でしたよね。河村選手の久々のミドルシュート見ましたけど、はい、本当にこう振りがコンパクトですし、パンチ力ありますよね。はい、その後1点を先制されたサンフレッチェは後半18分にドウグラス・ビエイラとエゼキエウを、26分には東と越道を投入します。その直後、右サイド越道のクロスに飛び込んだのは加藤。越道はファーストプレーでいきなりのアシスト。ピンポイントクロスで同点弾を演出します。32分、エゼキエウのパスに抜け出したビエイラがペナルティエリア内で倒され PK を獲得。キッカーはビエイラ。決めた。小井さん、冷静でしたよね。ゴールキーパー見てしっかりと蹴り分けてるんですけど、本当にうまいですね、ドグラス・ビエイラ選手。いやー、完璧でした。その後も勢いの止まらないサンフレッチェ。40分、越道のクロスを収めた加藤のシュートは相手に当たり、エゼキエウ。越道選手はよくファーサイドの、ね、はい、加藤選手見えてましたし、このこぼれにドグラス・ビエイラとエゼキエウ選手が、ね、しっかりと詰めていましたので、あとまたこのパフォーマンスがね、このパフォーマンスね、はい、話題になりましたね。会場を沸かせました。3ゴールで快勝のサンフレッチェ、5位浮上です。越道がもうあのタイミングで上げるっていうのは分かっていたので、もうニアが空いてるって自分で感じて、そこにもう、ニア感じて飛び込みました。練習からいいクロスが上げられてたので、自信はありました。エディオンスタジアム残り2試合、サポーター、たくさんのサポーターと勝利を分かち合えるように、もう自分は戦うだけですね。こんばんは。キックオフ広島です。小井さん、サンフレッチェは見事な逆転勝利ということになりましたね。特に後半一気にこうギアが上がりましたね。快勝でしたよね。さあ、今日も素敵なゲストの方にお越しいただいております、サンフレッチェ広島レジーナ島袋奈美恵選手です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、島袋選手は、トップチームのゲームだったんですが、ご覧になられましたか？はい、後半バスの中でみんなで見てて、大盛り上がりでした。いかがでしたか、逆転勝利は？いや、本当に自分たちは引き分けだったんですけど、男子の試合は勝てたので嬉しかったです。いや、本当にナイスゲームでした。小井さんね、先制されながらもひっくり返すという展開にはなりましたけれども、ズバリこの試合のポイントというのはどこになりましたかね？特に後半0-1にされてからの、途中交代で入ってきた選手の活躍ですかね。はい、そうですよね。本当に素晴らしかったですし、特に入ってファーストプレーで素晴らしいクロスを供給した越道選手、それからエゼキエウ選手もね、2得点に絡む活躍、それからドグラス・ビエイラ選手もね、そうですね、しっかり決める、彼らの活躍が、この勝利につながったかなと思います。非常に層の厚さを、感じさせましたけれどもね、おとといの名古屋戦がエディオンスタジアムでは最後のナイトゲームということになりましたけれども、残り2試合ということになりました、どんな試合を期待されますか？残りホームゲームが少なくなっていく中で、非常に、素晴らしい結果を、
あの選手たちが残してくれてますんで、うん、まあ、この勢いを、ね、そのまま継続して、はい、残り2試合も、ね、しっかりと勝ってほしいなと。そうですね、はい、そして今シーズンは残り5試合ということになりました、はい、勝利でつないでいってほしいと思います、うん、さあ続いては W リーグカップ決勝進出を決めたレジーナです。グループステージ最終戦に臨みました。序盤に先制を許したレジーナ、高橋のヘッドでドロー決着、5戦負けなしでいざ決勝の舞台へ。 WE リーグカップグループステージ第5節、序盤に先制を許したレジーナは前半34分、橘の折り返しを高橋が体を張って一旦キープ、金賀のクロスボールが直接ゴールを脅かすも、あとわずかのところでキーパーに阻まれます。リードされたまま迎えた後半21分、島袋がこの位置から思い切って狙うと、こぼれ球を藤井が折り返し、合わせたのは高橋。高橋の4試合ぶりのゴールで同点に追いつくと、後半42分にセットプレー、小川が蹴ったボール、そのこぼれ球を柳瀬がシュート。しかしクロスバーを叩き、惜しくも勝ち越しゴールとはならず、グループステージ最終節は引き分け、5連勝とはなりませんでした。まあ、今日の試合は絶対に難しい試合になるって分かってた中で、ちょっとやっぱり入りが悪くて、同点になった後もっと2点3点取っていく力がやっぱまだまだ足りないなって思いました。まあ、全勝したかったです、まあ、まあ、ただこうやって、決勝に進めることは自分たちが勝ち取ったものですし、決勝でしっかりタイトルを取れるように準備したいと思います。ということで最終戦は惜しくも引き分けということになりましたけれども、まあ、島袋選手先制されながらも本当に粘り強く追いつきましたよね。はい、うん、もう負けなかったことがすごい大きなことなので、まあ、本当はね、全勝したいという思いはやっぱりあったんですか？そうですね、もう全勝でタイトル取りに行くってチームで言ってたので、うん、悔しかったです。まあ、グループステージ5戦戦いましたけれども、チームとしてのこう手応えであったりとか、課題っていうのはどのあたりに感じていらっしゃいますか？やっぱりゴール決めきるとこだったり、失点もしないということがとても大事なので、うん、そこをまあ練習でやってタイトル取れるように頑張りたいと思います。そのあたりっていうのは昨シーズンと比べてかなり手応えっていうのも感じてますか？そうですね、結果につながっているので、うん、負けないっていうところでしっかりリーグ戦にも向けてやっていきたいと思います。そして島袋選手個人としては、まあ、グループステージ5戦すべてフル出場ということになりました。でさらには、まあ、本来ミッドフィルダーの選手なんですけれども、今シーズンはここまでサイドバックとしてプレーをされてますけれども、難しさっていうのはないんですか？いや、難しいんですけど、まあ、周りのチームメイトに助けてもらいながらやっていってます。どういったところがもう難しいなっていうふうに感じてます？もともと攻撃なので、はい、ディフェンスの時のポジショニングだったり、その1対1の強さをちょっともっと強くしていけたらなと思います。まあ、そういう意味ではね、小池さんね、はい、やっぱりいろんなポジションを守れる選手がいるっていうのはチームとしてこれ大きいんじゃないですか？いや、非常に大きいと思います。はい、やはりこうチームとして戦う上で、まあ、選択肢もね、うん、広がっていきますので、はい、非常に大きいかなと思いますけど、うん、まあ、島袋選手、うん、サイドバックでこう意識していることっていうのは何かありますか？やっぱ裏取られないポジショニングだったり、まあ、どんどん攻撃に参加できるようにとは意識してます。まあ、特に左サイドバックから後半また右サイドバックに変わるっていうのもありますから。あ、そうですね。全然違うんですけど、まあ、どっちもできるように日頃から準備はしているので、ね、そういったところをいろいろ気遣いながらというところなんですが、さあ、プライベートなお話、島袋選手はですね、聞くところによると、なんとお菓子作りが趣味ということなんですよね。こちらなんですけれども、たくさんね、なんか、はい、こうやってケーキとかですね、これ、どういったお菓子なんですか？ちょっと
左から説明してもらってもいいですか。左のはペルーのお菓子なんですけど、はい、うん、アルファホールっていうクッキー。あ、なるほど。なんですね。で、真ん中が、うん、スコーンですね。あ、スコーン。焼く前のスコーンなんですけど。あ、そうなんですね。はい、で、右がケーキ。ケーキですね。これ今日あるんですか、スタジオ。ないんです。すいません、ないです。ないですよね。それはないですよね。はい、急ですよね。食べてみたいですね。そうですよね。食べてみたいんですが、ね、これ始めたきっかけっていうのは何かあるんですか。小さい頃からお母さんがよく作ってたので、はい、うん、で一人暮らしを始めて自分も作ってみたいなと思って、うん、レシピを聞いて作り始めました、うん、結構こうリフレッシュにはなってますか。はい、めちゃくちゃリフレッシュします。うん、ぜひ、ね、こういったところも充実をさせて、うん、プレーにも期待したいと思います。さあ、番組最後は浩司さんの一押しシーンを紹介するこちらのコーナーです。浩司さん、はい、お願いします。今日のぶち押し。はい、今日のぶち押しは小清水選手と加藤選手のゴールです。はい、うん、まあ、まずはこの小清水選手のピンポイントクロス、はい、まあ、交代してファーストプレーでね、うん、このボールが蹴れる素晴らしいボールを供給しましたし、ですね、加藤選手もね、この難しい体勢の中、うん、しっかりとニアの、ね、ポジションを取って入り込みましたし、ね、まあ、よく合わせましたね。うん、練習通りの形っていうふうに、ね、うん、おっしゃってましたからね、素晴らしいゴールでした。はい、さあ、ということでレジーナは来週末ですが、ウィーリーグカップ決勝戦に臨むということになります。うん、初のタイトル獲得に向けて意気込みをお願いいたします。はい、必ず優勝して広島に戻ってきます。全力で戦いますので応援よろしくお願いします。はい、ということで14日土曜日午後4時キックオフ、相手は新潟ということになりました。うん、小池さん、非常に楽しみですね。いや、本当にタイトル取ってほしいなと思います。はい、うん、はい、3年目にして初のタイトルなるかというところで注目していきたいと思います。うん、今日はサンフレッチェ広島レジーナ島袋奈美恵選手にお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。